最底辺のは登録者の方25番目に登録してくださった方がいらっしゃいました。ありがとうございます。私の想像ですと、多分ブラック企業のブラック企業関連で苦労してらっしゃる方じゃないかなと思うんですね。ブラック企業の体験談を出してらっしゃる YouTuber の方から、返事とかいただいたこととかあって、労働基準監督署とどういうふうに進めていくとか、そういうビデオに私なんかお礼とか書いたんですかね、コメントの中で。貴重な情報ありがとうございましたとかって、そういうこと書いたんですよね。それでもしかしたらお返しに、登録してくださったのかもしれないですね。で、日本の、ブラック企業の状況ですけども、ブラック企業じゃ働きたくないとかって言えない時代になっちゃってるのかもしれない、ですけども、やっぱり就職、私若い頃フリーターしたことはありますけど、それはちゃんとしたところにもう就職できないなみたいに思っちゃったんで、それで私フリーターになったんですよね。で、この25っていう数字は、私が、初めてフルタイムで、フルタイムって言ってもくっついてるのは雇用保険だけの、そういうクソみたいな仕事だったんですけども、年金、国民年金と国民健康保険は自分で払って、で雇用保険だけは、雇い主がかけてくれていたっていう、その雇用保険のおかげで職業訓練校に6ヶ月間、 OA 事務課っていうと簿記とか計算事務とかそういうの、通ってたんですけども、私が、でそれはいつだったかな、もう22年も前の話になるんですね、それね。20代半ばの時なんでね。で、その頃、うちの親は、団塊世代なんで、自分の娘が正社員で働けないっていうのがこうイメージしづらかったみたいですね。うちの親の世代では、みんな普通に正社員が当たり前だった時代みたいで、でその、職業訓練校半年間通ってた時も、親の目から見たら、なんか私が現実逃避してるだけみたいに見えたみたいで、あいつは仕事探す気ないんじゃないみたいに親は言ってたみたいですね。だけど私のもう一代下の世代なんかは、年寄りが優しくなったんですかね。そういう就職しなくてもギャーギャー言わない、婚活しなくても周りがギャーギャー言わないって、周りの年寄りが優しくなったんですかね。ちょっとそれ羨ましいかなとかも思うんですけれども、25番目の登録者の方、25っていうと私が20代だった頃、20代前半の頃っていうと約30年ぐらい前ですけども、トレンディードラマで晩餐館っていうのが流行ったんですかね、安田成美主演でしたかね。でその晩餐館って25っていう意味、フランス語で、で25歳の恋は結婚を意識するとかって言ってたんですよ。で90年前半なんですかね。
で、90年前半の時だったかな、なんかクリスマスケーキ、まあ、12月24日までにケーキが売れないとやばいとか、もう25過ぎたらもうクリスマスケーキの値段が下がるとか。だけど実際問題、27とか8とかでも大丈夫っぽいような感じで、私が20代後半の頃は、30過ぎても大丈夫なんじゃないみたいな、ちょっとそういう感じはありましたけど、だけどそれも、まあ私、その頃まだまあ、インターネットでググったりとかブログとかそういうのもそんななかったんで、まあ婚活の恐ろしい現実とかまだそんな知り渡ってなかったんですよね。まあ、私の20代って90年代の時ですけども、まあ私が1970年生まれなんで、でその頃のうちの親の世代、団塊世代は、まあ女の子といえど30過ぎても35過ぎても結婚できるって勘違い、それ親の世代がそれで勘違いしてるとこがあって、なんか今現在2019年ですけども、婚活系 YouTuber のビデオとか見ると、まあブサイクな女性は20代前半から婚活しとけばよかったなとか、まあ、そういうことをおっしゃってますね。で、まあ、その考え方は私も賛成ですね。まあ私結婚とか全然興味のない、いわゆるアメリカで今、まあ、流行ってるっていうか、こう台頭しつつある、ミグタウっていう、そういう、まあ、哲学というか考え方、それと大変こうなんか通じるところがあるんですよ。まあ私自身が人間嫌い、人間不信、厭世的な部分が出てきてるんで、まあそりゃ民泊の仕事で賃金ぼったくられて踏み出されたりとかすると、まあちょっと人間不信な面がちょっと強くなったりしてるんですけれども、かといって婚活とかは、まあ、私自身結婚してますし、婚活は頑張れっていうふうに思うんですよ。日本人同士の結婚でも国際結婚でも、まあ、頑張れっていう気持ちがあるんですよね。まあ、私婚活とそのミグタウ両方応援というか両方とも好きなんですよね、そのコンテンツとして。なのでそれ一生独身が好きだっていう人はもちろんそれはそれでいいんですけども、まあそれ男性女性か問わずで、まあ、婚活の場合、まあ、男性は、まあ、私の考えではたとえ貧乏だろうがキモタだろうが結婚できると思うんですよ、40代50代60代とかで。女性の方が厳しいと思うんですよね、結婚相手探すの、年とともにって。なので、まあ、女性はまあ、まだまだ自由でいたいっていうのは分かるんですけども、20代前半ぐらいから婚活始めて、もう20代前半でも、まあ、結婚して腹をくくるとか、それもいいんじゃないかなと思いますね。ということで25っていうのは、まあ、なかなか象徴的な数字だなと思います。ではまあ、なんかもっと毒舌的にもっともうどんどんなんか言っていけるような風に私もなりたいんですけども、何しろトーク力がこんななんで、
まあ、トーク力がこんなに良くない理由とかもちょっとビデオに撮った方がいいと思うんですけど、まあ、後々。まあ、ですが、まあ、日本の皆様、まあ、超高齢化社会とか孤独死とかブラック企業とか一生独身とか、まあ、暗い世の中になりつつありますけれども、まあ、何か楽しくなるような、まあ、そういう出来事を、まあ、私自身も見つけたいと思いますので、お互い、まあ、頑張りましょうっていうのは悪い言葉なんですかね。まあ、これからもどうぞよろしくお願いいたします。